最近買ったお気に入りの財布をかっこよく使いたくて、スーパーで買い物した時にポケットから堂々と財布を出したら、なぜかポケットの中からベビースターが5本一緒についてきて絶望しました。はい、今回なんですけども、僕がフォローしてる絵描きさんに、マッシュさんという絵描きさんがいて、この前、高校合格しましたっていうツイートをしてました。中学生だったの？中学生でその画力なの？最近の中学生し画力やばくねって思った。実際どうなの？なんで7000いいねついた？やっちまいやしたね。これが中1の画力でごぜやんす。間違いなくこういう中学生離れしたイラスト今日多く来るから、できるだけ中学生っぽいイラストも採用していこう。たくさん絵を描いてきたんですか？絵自体は小4くらいから描いてますが、デジタル始めたのは2年くらい前ですよ。おー俺たちが聞きたいこと代弁して聞いてくれたわ。できればこっちを見ないでほしい。初リップ失礼します。初めてでいきなり印象に残る絵を投げてきたね。あ、この子俺原神で好きな子だ。原神やったことないけど、爆弾使うっぽいことをこの子は好き。こういう風にふにゃって曲がったリボンの奥行きを描く技術が欲しい。このお化け可愛い。やべえ、すでにリプランに中学生いねんじゃねって思ってきた。初参加失礼します。今年中3になります。あ、いや肘かゆいんだべが。こっちの方のイラストあまりにも埋めして俺ちょっとたまげてしまったんだけども、スカートからバラ生えてらもんな。さぞこのバラいい匂いするんだべな。これが中学生の思い描く世界か。ほえなば中学生にしてはずいぶんマセデラべ。マセデラの意味知ってるんだべがな。将来体操有望ってことだべな。いや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 、中学生なんじゃないかなと思いつつ、ちょっと中学生とは思えないになっての、完全に中学生とは思えなくなった。3ステップで疑われる技術。ちょっと待って、ダメだね。ちょっともうちょっと中学生っぽい人探そう。これ、ま、中学生っぽくはあるけど、なんかここおしゃれでめっちゃ手込んでるからな。ちょっとここら辺がね、中学生でもうまい方だと思う。これちょっと中学生っぽいな。いいね、チャポチャポ。ポチャ？これは逆に中学生か。いや、後ろのプリント英語だぞ。英語のプリントだから自分で中学生と証明できてる。認めよう。君は中学生だ。ああ、いいね、いいね。横線のノートは中学生だわ。絵柄もやっぱり僕のイメージ通りの中学生らしさがありますけどね。なんか上手いんだけど、まだ発展途上的なあどけなさが残る感じ。なんか小学生いた？で、挨拶で紹介した今回の企画のテーマのきっかけになったマッシュニキですね。こんなの書いてます。4枚投下させていただきます。いい感じに顔全員隠れてるね。じゃあ見ていきましょう。俺に送った返事で2000いいね。マッシュルーム好きなの？俺もマッシュルームめっちゃ好きよ。ちなみにホワイトマッシュルームとブラウンマッシュルームだったらどっち好きかな？俺ね、ホワイトマッシュルームの方はあんまりなんかこのさ、Wow, it's good. Your pics are awesome. この3枚目のこれがアイコンだね、マッシュニキの。あれ、ちょっとマウスがうまく効かなくて、すいません、変なとこズームしてしまったら申し訳ないです。これが東方、これがみんな里のダイヤモンドって言ってた。これがわからなかったんだけども好きだった。マジで中学生？ここまで行くともう高校受験合格しましたっていうあのツイートさえも自分を中学生だと思わせるために巻いた策略だった。そこまで言ったら認めてあげなよってね。あんまり言うとマッシュニキ、ニキマッシュに怒られるわ。みんなが本当に中学生ですかとか、同い年ですかとんでもねえですとか、絵柄めっちゃ好みです、グッドとか言ってるのに、当の俺は改めて高校合格おめでとうって視点がちょっとずれてんね。君たちがよ、そうやってソータを一緒にリプに巻き込むせいでよ、なんか俺も褒められてる感じがして悪くなかったぜ。